ドラゴンリーは、メキシコの男性プロレスラー。ハリスコ州タラ出身。血液型 AB 型。現在、ピエローのリングネームで活動している、アーサー・ムニョスを父親に、ルーシュ二代目ミスキコを兄に持つ。2019年12月より、リュー・リーのリングネームを名乗っているが、ローなどにおいては引き続き、ドラゴンリーとして活動している。2014年1月1日、CMLL にて、 ラコパジュニア2014トルネをシュベルネティコに出場し、プロレスデビューを果たす。2015年に入るとかまいたちと構想を繰り広げるようになり、3月20日、マスカラコントラマスカラルールの3本勝負で対戦。1本目こそかまいたちに先制勝利を許したが、2本目、3本目は勝利を収めることができ、かまいたちのマスクを剥がし素顔を晒すことに成功した。月日、 ビールスが保持する CMLL 世界スーパーライト級王座に挑戦し勝利を収め第13代王者となる2016年1月新日本プロレスが主催する CMLL ファンタスティカマニア2016ツアーに参戦23日後楽園ホール大会にて全部王者のビールスと CMLL ライト級王座をかけて対戦 リーもこの試合に勝利を収め防衛に成功したが、試合後に乱入してきたかまいたちから、ジャーマンスープレックスを喰らい、同王座をかけたタイトルマッチを要求された。翌24日、昨日の乱入を受けて、急遽決定したタイトルマッチとして、かまいたちと対戦した。一進一退の攻防を繰り広げる中、ドラゴンドライバーでフィニッシュを狙ったが、 逆にかまいたちのカナディアンデストロイヤーを決められ、敗戦し、ついに王座から陥落した。3月4日、CMLL ライト級王座をかけて、かまいたちと再戦し、勝利を収めて、第5代王者に返り咲いた。同年6月中旬頃から、メキシコデラマスカラと交想。9月2日、マスカラコントラマスカラで、マスカラと対戦。1本目は、ジャーマンスーックスで、リー 先生、二本目は、対戦中に、リー側のセコンド、ルーシュが乱入。レフリーの判断で、マスカラが二本目を取った。三本目は、ドラゴンドライバーで、リーが取り勝利。マスカラはマスクを剥ぎ、素顔となった。2017年1月5日のニューイヤーダッシュ、後楽園大会のタックマッチに乱入し、エルガン組の勝利をアシストした。グップジャル、ヘビー級新王者で、 ライバルでもあるヒロムに挑戦アピールをすると、後日時期シリーズにて、ヒロムとのタイトルマッチが決定した。2月11日、ニュービギニング、大阪大会にてヒロムの持つグップジャル、ヘビー級王座に挑戦シェリーも、一進一退の攻防を繰り広げ、過去にピンホールを奪われた、カナディアンデストロイヤーを、カウントにで返すも、最後は、ヒロムのシンフィニッシュホールドのタイムボムを喰らい敗戦した。 5月3日、レスリングドンタク福岡博多大会にて、今年のベストオブスーパージュニアに参戦することが正式にコールされた。同月17日ボス24、開幕戦メインイベントで、ヒロムと対戦、2月シリーズと同様一進一退の攻防を繰り広げ、D も終盤、ヒロムに押し込まれるが何とか耐え、最後はヒロムの得意技でもあるコーナーへのデスバレーボムから、 ドラゴンドライバーにつなげ、雪辱を果たした。9月、CMLL を解雇され以降、トリル a a ローに参戦。2020年1月5日、レッスルキングダム、東京ドーム大会にて、重心サンダーライガー引退試合で、高橋博夢のパートナーとして参戦。ありがとうございます。